理由というか、としては、ものすごくリーズナブルというか、理論的というか、言われたら当たり前みたいな話なんですけども、結局だからその優先で聴いたりとか、タイアップとかで聴いて CM で聴いたりとか、ドラマのエンディングとかでも全部だから再生ボタンないじゃないですか。もう一回聴こうと思っても。で、それでいいなと思って CD ショップに買いに行こうとするじゃないですか。タイトルわかんないじゃないですか。どんな曲って説明できないじゃないですか。それをだから買いやすくするために、一番有名なところとか、タイアップで流れてるとこ、それをそのまんま、 愛のまんまにっていう曲なんですよったら、あ、愛のままにですねってわかるじゃないですか。その戦略でサビの歌詞がそのままあのタイトルになるっていうのは多いというか、もう完全な戦略です。で、それは実はビートルズがそうなんですよね。アバナ・ホー・ジョー・ハーンとか一番印象的じゃないですか。Yesterday だったりとかね。シラブ a ュ i や h やまんまでしょ。で、まあだからビートルズがやってるぐらいだから一番いいんだろうな、みたいな。だからきっとビートルズもそういう戦略でやって、 なんかわかんないんですけども、そういう戦略でした。